はい、最近ヤリスクロスの再生数に魂を売ったとされる自称元ブロガーの風道でございますということですね。本日2024年4月13日、そうですね、皆さん本当ご存知だと思うんですけどもね、私のハッピーバースデートゥーミーのね前日でございますということでね当日じゃないんかいっていうね、まあ地味にイブなんですけども、まあそんな私のね人生46年をねこう締めくくる最後の日でございます。そしてね明日からまたね新たな47年目のね一歩を踏み出すべく、今日は久しぶりにねこの MV スーパーベロリン長伯爵のご登壇でございますということで、はい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 、この間ね車検も通しまして点検も終わって、あと明日僕のね誕生日の日にこの伯爵がねちょっとヘッドからのオイル漏れがあるんで、まあ1週間2週間ちょっと入院するっていうのもあるんで、はい、今日は久しぶりにこいつを借り出してツーリングに行きたいなと思います。まあめちゃくちゃ天気いいんですけど花粉がちょっと厄介ですけどね。はい、そんなわけで土日はねまた二輪車割引が始まったじゃないですか。なんでまあその登録もしたんで結構距離も稼げんじゃないかなということでね、久しぶりですね本当にがっつりとしたツーリングするのは、もう半年以上、まあどうかすると1年ぐらいねがっつりツーリングをしてなかったんで、はい、なんで今日はねゆっくりじっくりこの相棒と一日を過ごしたいなと思いますね。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。開けなさい。はい、というわけで圏央道高速に突入いたしました。ここから約156キロの長旅になりますね。これ往復で350キロ、まあ向こうでちょこちょこ走ることを考えたら400キロ弱ぐらいの結構ガチツーリングになりそうですね。俺の首と腰バイク大丈夫まあニダボがご存知の通りね、ドナドナされていたじゃないですか。まあ川村隆一風に歌うとドナ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 腰を乗せて気持ち悪いもう風道君も誰もせにそういうの求めてないんだからね、元もろくで変な尺取るのねやめた方がいいよ。はい、すいません、なんかあとこの間車検のタイミングでマフラーノーマルに戻したんですけど、まあ、ノーマルはノーマルで結構やっぱねいいんすよね。デザインがズバ抜けて3本出しよりもねかっこいいしね。あとエンジンがねこのアグスタ独特のこのメカノイズがダイレクトにこう伝わってくるんで、これはこれでやっぱいいっすね。あと一番変えてね良かったなと思うのが、戻して良かったなと思うのがね、やっぱり年長が抜群に合ってるんで、ごく低速域のねトルクがちょっと太くなったかなっていう、まああと加速がスムーズになった感じがあってね、まあしばらくノーマル状態でマフラーはね乗りたいなと思います。いやしかしねめちゃくちゃ今日天気良くてバイクで走るのすげえ気持ちいいね。なんかバイクシーズンが来たって感じで、うん。あとこの間モーターサイクルショーも行ったんですけどね、新しいデイトナが出るじゃないですか、660ね、ちょっとね見て触れてまたがってきたんですけど、今月の末ゴールデンウィークの期間中にねどっかのタイミングで試乗もしたいなと思っておりますので、そちらの動画も楽しみにしていただけたらと思います。はい、まあそれも出遅れ感半端ないけどねしょうがない。いやこの圏央道も120キロぐらいぶっ通しで走ってるんですけど、一箇所サービスエリアあってねそれ逃しちゃってもう休むとこ全くないですね。もう首と腰がああ気持ちいい。はい、というわけで神崎出口でおります。いや圏央道使っちゃうとこのルートはダメだな、なんか変化がなさすぎてあんま面白くないっていうかね、疲労しか残らんぞ。はい、まあしょうがないということで、ここから約まだでも60キロあんの、えちょっと待って高速使って飛んできたはいいけど目的地まで60キロですか。え、これどうなってんの。あ、出口。さあおいくら万円でしょうか。
1850円。おそらくこれ割引適用された額がここに出てるっぽいよね。なんだ、どうしました。あ、信号があんのね。というわけで道の駅、道の駅小宇崎着きました。さあ、それじゃあぼちぼち行きますか。モーターサイクルアート。いやー、それにしてもね、一つ分かったことがありますね。私明日また一つ年をお召しになりますけど、これぐらいの年になるとね、やっぱりこういうバイクはやっぱり乗ってないとどんどん落ちていっちゃいますね、体がね。はい、なんでちゃんとね、しっかり乗って維持していかないとダメっすね。思ったより、うん、首と腰にダメージがあったようですよ。しょうがない。おー、ええー、の。下には降りられないんだろうな。モーターサイクルアート。布団が吹っ飛んでるよ。わあ、いいっすね。うわ、なんか海久しぶりに見た気がする。この海沿い、やっぱシーサイドの道を走ってるっていうのはね、本当めちゃくちゃ気持ちいいね。この感覚本当久しぶりだわ。最高。何も見えない。はい、というわけで犬吠埼着きました。伯爵よく頑張ったな。俺も頑張ったぜ。モーターサイクルだ。うわー、めちゃくちゃ眺めいいじゃん。いや、99段って書いてあったな。登れんのかな、俺の体力で。というわけでね、ちょっと頭上に注意なんで、不審者ですけど、ヘルメットかぶってきましょう。怖っ。うわー、すげえな。めちゃくちゃ大パノラマ。やっぱ海っていいよねー。しょうがない。いやー、すごっ。いやー、こうやって見ると地球は丸いんだな。海は青いな。空も青いなーって、ちょっともう雨降りそうですけどね。青くはないですね。白いですね。しょうがない。おお、すごい風が、これ横に来るとやばいね。うん、事故を起こさないようにしないと。うん、あ、不審者なんで、逃げていかれました。しょうがない。お幸せに。くそ。うわ、すごいなぁ。うん、めちゃくちゃ、景色いいですね。なんかそのうち企画で灯台巡りとかしたいね。海好きの俺にはぴったりですよ。ここ夏とかすっごい風が強くて気持ちよさそうだよね。はい、こんな感じで一周でした。じゃあちょっと降りますか。降りるのも大変だよね。うわ、すご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 い。これもうシールド開けるとやばいよね。ね、
あれこれどっから降りるんだっけ、これ違うな、あれあれ、あ、これか、しょうがない。はい、というわけで海鮮焼きハマグリちょっと奮発した昼飯でしたけど、いや、めちゃくちゃうまかったな。はい、また来て食べたいと思います。バイク多いな。というわけで帰りは温泉入って帰りましょうかね。ん？これ？なわけない。廃墟ですよ、これは。第二中学校。廃墟ではない。やってんのか、これ。ドーイルボーサキ観光ホテル。あ、これね。なんか、学校みたいな。たたずまいだけど大丈夫かな。これここ止めていいのかな、バイク。いいんだよね。あら、モーターサイクルやと。よーし、絶好調じゃないですか。お、キャッツだ、キャッツ。グッドラックマイラブ、良いお年を。じゃあ、あとは高速に乗って帰りましょうね。いや、実に実りの多い一日となりましたよ。眠らない鼓動が明日を導くなら、この胸は君を振り捨てる。その胸に痛みを背負った罪人よ。この夜